いや、ここでね、もうメイ君が一家に比べてすごいこうなんか成長したなってのを感じれて。こんにちは、チルチル。商業ビールレビューサイトチルチル記者のほぐしみと、綱吉です。本日紹介する作品はこちら、わあ、俺だけの専属アルファ2巻おお。です。こちらなんですけど、4月末発売になりまして、はいはい。なんとこちらのドラマ CD も同時発売という。おお、めちゃくちゃ豪華。ですよ。でちょっと気になりまして、はいはい。読んだっていう感じですね。今2巻ってことなんで、ちょっと今1巻の内容もおさらいしつつ話していけてる、いけたらなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、はい。まず1巻の時点で、この表紙にいるこっちの首輪してる方ですね。首輪寒かった。こっちが受けで、現役モデル、トップモデルの正嗣くんなんですけえー、ど、モデル。ですっごいアルファ嫌いなんですよ。おお。過去にちょっといろいろアルファ絡みでトラウマになった出来事があって、はいそれかはい。らもう必要以上にアルファを避けながらずっと業界で仕事をしながらやってきてるっていう。おお。で、現場にも、自分のいる現場にはもう絶対アルファ入れないみたいな感じだったんですそうなんよ。ですね。じゃあもちろんオメガの方ってことですね。そうですね。とかと一緒にずっと仕事してたって感じなんですけど、そこにこうマネージャー付き人として新入社員でこの正嗣くんにつくことになったのがこっちの、メイくんなんですけど、メイくん。そう、彼アルファなんですよ。あ、そうなんだ。そう。嫌いじゃないですか。そう、だから最初の人とかは全然現場入れてもらえなかったりとか、もうはは話しかけても全部舌打ちで返されるうんうん、全然心を開かないで進んでたんですけど、まあ、ちょっといろいろなんやかんやとありまして、ですごいわんこで優しくって一生懸命なんですよ、メイあ、くんが。いいじゃないですか。そう、なので、結構そういうところにだんだんほだされていったというか、で、うちに入れた人間には結構甘いんですよ、自あ、分そうなの。んだ。で、そのなんか無防備な姿をだんだん晒すようになっていって、で、まあ、めでたく まあそうですよ。この2巻の表紙を見る感じも、もうなんかあったんだろうなって察しですよ。そうなんですよ。で、別れて結ばれてっていうところが1はい巻はい。の、で描かれてた内容だって。で、1巻のラストで首、うなじを噛んでもう頭蓋になって、おカップルになりましたっていうめとでころ、たはい、からのスタートが2巻になるんですい。お、けれどそうなんも。ですね。で、今までずっとこうアルファ嫌いで心を閉ざしてたんですけれども、ちょっとそういうところをが仕事の面でも柔らかくなって、アルファのデザイナーの人とも一緒に仕事をしたりとか、まあ、そういうところがいろいろ仕事の評価にもつながっお、ていっすごい。て、もう本当に公私ともにめちゃめちゃ順調にですよね。なんか幸せな日々を。そうなんですよ。まあ、正嗣君送っていたんですけれども、まあ、その中でちょっとこう、まあ、つがいになったっていうことで、だんだんこれからのことも考えていかなきゃいけなかっあ、たりそうすでるすじゃないでね。すか。二人のそう。未来を。そう。で、なんか2人って、なんかその子供を作ったりとか、今後ってどういうことを考えてるのみたいそな。ういう未そう来なんです。か。あそういうとはころに、こうなんか周りの人からこう踏み込まれたりなんだりして、2人がいろいろ考えて、どういう未来を歩んでいこうかなみたいなことを考えながら進んでいくっていうストーリーになってます。私結構2巻の内容好きかもしれないですね。こう2人が結ばれて以降のこれからどう未来まで進んでいくのかみたいな、仲育む系めっちゃ好きなので。ですよね。なんかこう家族になっていく過程が多分すごい好きだすと思ごいうの刺さりで、そそう すごいなんかもう甘々って感じです。だから1巻は結構まだちょっとツンケンしてたりとか、1巻の序盤とかはもうめちゃめちゃこう女王様って感じでツンケンしてたんですけど、まあ、そんなね、こうだいぶこう角も取れてきて、すごいこうなんかベタベタしてちょっと可愛くなってきてる、なんかツンツンツン出るぐらいだったのが、なんかツンがちっちゃくてちょっと出るが多いなってきて。そういうところもすごい可愛いんです、まさつぐくんわあ、じゃあなんか一が。はい。巻を読んで見比べたいですね。あ、そのギャップを感じそうなんたいっです。ていそう、うだから、か。なんか一巻からこう続けて読んでほしい、ぜひ。ちょっと一巻、初映が若干ちょっと晴れちゃうんで、ちょっと下見なし。素敵そうな表なんです紙。よ。そう、なんかポテンシャルはやっぱりね、なんか今までそのオメガ星だっていうところを結構その抑圧して過ごしてきたから、その甘えたかったその本来の反動とか、なんか本当はこう臆病でなんかさらけ出せてなかったところから、どんどんこう引き出されてきて、ああ。可愛くなって、はい、もう立派に育ってる感じですね。で、なんですけど、ちょっと2巻そんな感じでずっと終始甘々な様子進んでいくんですけど、後半につれてちょっとこう正嗣の過去に、そのアルファがちょっとトラウマになってしまった過去に関わる結構重要人物が登場してきて、
ちょっと2人の関係がこうなんていうんですかね、試されるというか、うんうん、なところもあるね。それを乗り越えて乗り越えられるのか、なんか彼らはどういう成長を遂げるのかみたいな。うわー、なんか未来のこと考えるとどうしても過去のことってなんかつきまとってきますもんね。じゃあそこをなんか解消する2巻っていうか。そうそうです、やっぱ光り輝く未来にね、鍵はねちょっと出てしまうのでね、そこをちょっとこうもう見どころかなというふうに思います。でこちらの一押しシーンなんですけれども、はい、あのデザイナーでかつて一緒に仕事をした鈴谷っていう、うんうん、あの周りの人物が出てくるんですけど、はい、がすごいそのこの正嗣君のことを気に入って、授賞式に出るため の、うんうんうん、あの衣装をなんかこう作ったりとか、なんかそういういろいろ協力してくれて、なんかそういう仕事の話の一環でなんかその子供どうするみたいな聞いてくるんですよ、はいはいはい、そう、彼に言われてちょっとこう気になっちゃってみたいな感じ、そのままこう家に帰って、うんうん、あのメイ君にそのことを相談するシーンがあるんですけど、はいはいはい、いやここでねもうメイ君が一家に比べてすごいこうなんか成長したなってのを感じれて、よかったです。なんかすごい優しくなんかこうなんか話し合いをしていって、なんかそんな焦らなくて大丈夫だよみたいな、いい、なんかすごいなんか結構ワンコでいつもこうなんか正嗣にどっちかというと振り回されてる感じに思いきや、こう決めるときはバシッと決めてくれる、なんですかそのアルファの男前感というか、そうちゃんとなんかわーイケメンだって、すごいです。なんかその受け側についていくだけじゃなくて、逆についてこさせたくなるみたいな感じもあって、そうそう、なんかその、まあ、第三者からのねなんか言葉がきっかけだったかもしれないですけど、二人でなんかそういう未来とか子供の話するのめっちゃいいですね。そうなんですよ、なんか結構そのなんかあオメガバースってどっちかにこう主導権が握られがちというか、確かになんかアルファが強くて、うんうんうん、アルファ様みたいなものもあったりすると思うんですけど、そうですね、この作品はその正嗣がやっぱそのオメガだけど業界の中でこう生き抜いてくるためにたくましくやってきたっていうところもあるから、ちゃんとこう2人がなんか対等に関係性をずっと築いてこれてて、なんか一緒にこう成長していこうっていうのがすごいわかるんですよ。なので そこからその話し合いをしてるうちに、だんだんその不安に思ったりとかのところも解消されてきて、なんかその自分だけがすごい頑張らなくていいんだなっていう、背負いすぎなくていいんだなっていうところで安心してくる、あの正嗣がそれで安心しちゃって、なんかだん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 そのちょっとねあの気持ちが高ぶりまして、ソファーで話してたらなんか勝手に濡れてきちゃったみたいな、そういう気持ちにみたいになって、でも優しく受け止めるっていうシーンなんですよ。なんか流れがいいっすね、すごい鮮やかにゴールまで行ってる感じが最高っすね。そうですよ、いやちょっとね甘えたでね素直なね、その女王様だったこのね、なんか甘えたで素直な感じってねたまんないなという、わなんかそうオメガバースっていう設定自体がすごく説得力を持って、うんうんうん、なんか刺さってくるというか、そうそう、あなんかめちゃくちゃその流れ全体気になりますね。そうなんです、だから普段ちょっとこうワンワンしてる感じな、うんうんうん、一生懸命な彼のすごい男前仕草も見れるので、すごいお気に入りのシーンですね。ぜひ皆様もあの本編でチェックしてみてください。最後にこちらの作品のまとめです。はい、作品とはですね、まあ、ちょっとその正嗣の過去にちょっとこういろいろあったりするところもあるので、まあ、光ではあるんですけど、まあ、このぐらいかなっていう感じです。まあ個人の見解で。で、まあ、1-1とはこれは1巻2巻合わせて、まあ、2巻になるにつれてどんどん増えていくので、うん、まあ、そうですね4かなと。すごい期待大、そのグラデーションが楽しみです。ぜひぜひあのまとめて読んでほしいなと思います。はい、であのこんな方におすすめというところは、あの、はい、女王様受けがお好きな方、あの、ワンコ攻めが好きな方、うんうんうん、あのあとオメガバース読みたい方、まああのもう絶対読んだ方がいいかなと。わなんかその属性がすごい刺さりそう。もうさすらにいいですね。もう外せないかなと思いますので、ぜひ読んでみてください。うん、いやなんかそのワンコ攻めとか、あとなんか出来合い系とか、うん、刺さる人が必ずいる。そこをなんか抑えてる感じがもう間違いないですよね。いやそうなんですよ。なんかやっぱちょっとワンコがねあの頑張ってこうなんか女王様の、うん、一緒にこうどうやっていくのかみたいなところもちょっと楽しめたりするので、いいですね。なんかあとモデルっていうのも結構私自身は惹かれるポイントなので、うん、そうですね、そういう業界もの好きな方も、いいですね。はい、おすすめしたいなと思いますので、はい、ぜひ読んでみてください。はい、はい、ということで本日は星倉ゾゾ先生の俺だけの専属アルファ2巻を紹介させていただきました。はい、こちらの作品を紹介しておりますチルチルの記事ページを貼っておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではバイチル。